2年間の修行を経て大きな成長を遂げたルフィたち麦わらの一味、魚人島を経由しついに新世界の海へと漕ぎ出す。航海中、緊急信号を受信した一味は発信元を追ってパンクハザードと呼ばれる島に上陸した。同じ頃、新世界の海軍基地に所属を移したスモーカーとタシギも上陸。ルフィたちを追う中で謎の研究所にたどり着く。先んじて研究所に侵入していた一味の前に現れたのは金右衛門と名乗る和の国の侍だった。拙者、この島に息子を助けに来た。桃之助という子を知らぬか。桃之助の捜索を手伝うことになったルフィたち。その途中、桜花七武海となっていたトラバルガーローと再会する。麦わら屋、うちと同盟を結べ。四皇を一人引きずり下ろす策がある。ルフィはこの提案を快諾。一味とローの間で打倒四皇を掲げた海賊同盟が結ばれた。ローは手始めにパンクハザードを支配する科学者シーザーの誘拐を提案。スモーカータシギとの共闘を経てこれに成功する。金右衛門の息子桃之助も無事救い出した一行はローの提案により次の目的地ドレスローザへと向かった。ドフラミンゴはシーザーと組んで人造悪魔の実スマイルを作り、四皇カイドウとの取引材料としていた。ローの狙いはドフラミンゴとカイドウとの取引を潰すためスマイルの製造工場を破壊することだった。シーザーの身柄と引き換えに桜花七武海からの脱退を要求するロー。翌朝、ドフラミンゴの七武海脱退が報じられ本人から連絡が入る。俺だ、七武海をやめたぞ。今から8時間後、北の孤島グリーンビット、南東のビーチだ。シーザーをそこへ投げ出す。勝手に拾え。一味とローはそれぞれの目的を達成すべくドレスローザに上陸するが、ドフラミンゴの返答すべては真っ赤な嘘だったと判明。ドフラミンゴは七武海をやめてなんかいねえ。その島から早く逃げろ。急げ。すでにビーチはドフラミンゴが呼び寄せた海兵に包囲されていた。新たな海軍大将フジトラはローに麦わらの一味との関係を問う。報じられた麦わらの一味の件、記事通り同盟なら黒。彼らがローさん七武海であるあんたの部下になったのなら白だ。麦わら屋と俺に上下関係はない。記事通り同盟だ。これを聞いたフジトラはローの七武海の称号剥奪を宣言し攻撃を開始。なんとかサニー号に退却したローだが、今度はドフラミンゴの追撃が迫る。ローはサンジたちに次の目的地ゾウへ向かうよう指示。自分がおとりとなってドフラミンゴの注意を引く間にサニー号を脱出させる。一方、ルフィたちは工場を破壊すべくドレスローザの町に潜入していた。おい、ルフィ、あれ。あ、なんだ。レベッカ、冷静になれ。誤った真似をするな。やだよ、私は今日の大会のチャンスにかける。お前に優勝できるような大会ではない。お前はまだ子供だ。私の言うことを聞け。何よ、親でもないくせに。あなたは片足のおもちゃじゃない。待て、やけになるな。すげー、おもちゃが喋った。
これはご客人、お荷物でもお持ちしましょうか。面白い兵隊。やややや、面白いですかな。いかがかな、いかがかな。おいおっさん、そんなことより工場についてなんか知らねえか。工場？いえ、全く存じ上げません。そうか、なかなか聞き出せねえな。こっちから早いとこ工場ぶっ壊さないといけねえのに。ちょっと待て、ここでそんな過激発言はタブーだ。ドン・キホーテファミリーの耳に入ろうものなら。おいお前ら、今何と言った。ああ、それ見たことか。怪しい奴らめ、引っ捕らえる。厄介なことになった。今は目の前の敵を倒そう。いつの間にか周囲を包囲されておる。全員倒されば先へ進めんだろうな。おい先輩、さっき話してたやつ知り合いか。娘のようなものだ。俺のいない彼女の面倒を私が見ていた。へえ、おもちゃが人間の世話を。やっぱここ変な国だな。いくら倒してもキリがねえ。あ、この前ら仲間呼ぶのやめろ。Fireball! Fireball! Fireball!
倒したようでござるな。さあ先を急ぐぞ。なあなあ、そろそろ工場について教えてくれよ。どこにあるんだ？確かに工場は存在する。だが私もまだ正確な位置を把握していない。ドン・キホーテファミリーから聞き出すのが一番手っ取り早いだろうな。どこだここ？仕方ない、迷ったついでだ。あの敵陣でも落とすか。おいお前、工場の場所を教えろ。俺は何も知らねえ。知りたきゃ上官にでも聞くんだな。試合だ。この国ではこんな残酷な勝負、日常茶飯事。殺し合いが日常だと。ドレスローゼ、まこと恐ろしい国でござるな。工場の場所を教えてもらおう。お前が知ってるのはコロシアムの近くにあるってことだけだ。ブランディー日本ライト。ブランディー日本ライト。ブランディーサウスランド。今回の大会の景品、なんとあのメラメラの実らしいぜ。天使のメラメラの実が、本当か、本物なのか、それ。どちらにせよ、コロシアムに向かおう。そこで真実が判明するだろう。ひでえ国だな、ドレスローザ。これも全部ミンゴと工場のせいか。昔は本当に幸せないい国だったんだ。10年前ドフラミンゴに乗っ取られるまでは。だがそんな悲劇も今日で終わりだ。必ずこの手でドレスローザを取り戻す。こんなもんかよ。ドン・キホーテファミリーも大したことねえな。おい、工場がどこにあるのか教えろ。コロシアムの地下にあるとそう聞いたことがあるぞ。これで情報集まったな。諸君、コロシアムの地下へと向かうぞ。ファイヤーボーン、ブランキーロケットランダー、ウドバーン。ブランディキャノン、受けてるな。
か単病異常単病異単病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 異常押してください情報を嗅ぎ回る不定のイカダメドフィーにあだなす殿は何くそ神とも許さねえに知らせる必要があるなこれでようやく工場に迎えるなだなあでもその前に俺欲しいメラメラの実エースの能力をどっかの誰かに持ってかれるのは嫌だおめえにとっては形見ってことかチャンスなら逃すな後悔してもつまらねえこっちは俺たちにスーパー任せろ行ってこいうんコリーダコロシアム一般からの出場受付打ち切りますよおお出る出る俺が出るぞ待て待てその格好で行くつもりか今朝新聞に顔が載ったばかりだ変装ぐらいしろそっか、わかったですねお名前は俺はルーシーだまったな どうぞルーシーさん選手の控室はこちらです出番までご自由にうおー鎧つけるぞわこれもいいな見ろあれは海賊貴公子しかし、なんて美しさ係の女たちが全員倒れていくぞそこの君あまり防具をつけすぎるなよ重量制限があるな僕の名はキャベンディッシュ君は何者だ俺はルフィあ、ルーシーだ紛らわしいな本当に君が麦わらのルフィだったら今ここで殺していたよえ、なんでだよ3年前新世界に現れた美しきルーキーことこの僕に世界中がざわめいたそれがどうだわずか1年後湧き出てくる後輩のルーキーたち最悪の世代が獅子奮陣の大立ち回り記者たちはもう僕に見向きもしないだから殺すんだ目障りな後輩たちを全員そうかじゃあなおいまだ話は終わってないぞめんどくせえやつだったなあいつあなんだこの銅像その人に興味ある誰だレベッカ検討しよ
それは伝説の人、コロシアム史上最強の剣闘士キュロスだけど、この国中の誰も彼のことを知らない。はあ、わかんねえ話だけど、俺は好きだぞ、この銅像、男らしくて。私も好き。そういや、剣闘士ってことはお前も出場すんのか。うん、私、優勝商品のメラメラの実の能力を手に入れて撃つんだ、ドフラミンゴ。え、ミンゴ。一回戦終わった時、お互い生きてたらいいね。おい、俺の目は節穴じゃねえぞ。いくら変装しようと、俺の経歴に傷をつけた野郎の顔は忘れねえ、麦わら。あ、お前はマロン。ベラミーだ。彼は海賊ハイエナのベラミー。かつて空島へ立つ直前のルフィと戦い敗れた過去を持つ。その後、ベラミー自身も空島に到達。ドフラミンゴに莫大な黄金を持ち帰ることで、ドン・キホーテファミリーでの立場を得ていた。そう、ベラミー、なんでここに？メラメラの身に興味はねえが、優勝すりゃファミリーの幹部に昇格できる。ドフラミンゴはガキの頃から俺の憧れの海賊だった。やがて来るでかい波を越えるために、俺はドフラミンゴの船に乗る。麦わら、もうお前を笑わない。麦わら、もし本物の麦わらのルフィならば、君の命は僕がもらう。知らせてやる。
兵隊に育てられたって本当か？そう、兵隊さんはたった一人の家族だった母を失った日から私を育ててくれた。親も同然の人なの。ずっとそばにいてくれて、何度も何度も守ってくれた。へえ、あのおもちゃが。私の一族はかつてドレスローザを治めていた王族だったの。でもそこにドフラミンゴが現れて王座を乗っ取られた。私も王族の血を引くからと捕らえられて、今は囚人剣闘士としてここで見せ物にされてる。なんだそれ、ひでえ話だ。兵隊さんは私たちみたいな人を解放するためにドフラミンゴを撃つ準備を進めていたの。何年もかけて。そして今日、兵隊さんがドフラミンゴに決戦を挑むって。彼は自分の命と引き換えにこの国を滅ぼす気なの。もう守られるだけじゃ嫌なんだ。今度は私が兵隊さんを守りたい。兵隊さんが死んじゃう。レベッカ。Bブロック勝者はバルト・ロメオ。さあ次はCブロックの試合です。試合が始まる。決勝で会いましょう、ルーシー。おう、頑張れよルフィ。あ、どこだ。窓の外か。ゾロ、ティエモン、どうした。ロウ殿がドフラミンゴにやられた。それだけじゃねえ。海軍大将がドフラミンゴと組んでる。おかげで町中海軍だらけだ。急がねえとまずいぞルフィ。無事か、お前ら。サンジ、そっちはどうなってる。順を追って話すぞ。まずドフラミンゴの王位放棄、あれは真っ赤な嘘だった。俺たちは初めからドフラミンゴにはめられてたんだ。交渉は決裂。トラオはドフラミンゴと戦うことになった。それでトラオをやられたのか。今私たちはトラオの指示でシーザーをドフラミンゴから遠ざけるためゾーンへ向かっているの。分かった。トラオは俺たちが必ず助ける。お前らは先にゾーンに向かってくれ。メラメラ組、誰かに取られるのは嫌だけど仲間の命には変えられねえ。俺たちはドフラミンゴをぶっ飛ばしに行く。よし、さっさとコロシアムから出てこいルフィ。俺たちは先に向かってる。ゾロ殿、そちらではござらん。あ、でもコロシアムの出口どこだ。早くトラオを助けに行かねえと。出口どこだ。ジョーカーが麦わらを俺に殺せって。
ドフィーも甘いな。優勝を逃した男にまたチャンスを。大会が終わるまでに型をつけろ。それで晴れてお前もファミリーの幹部だ。出口どこだ。待て、久しぶりだな麦わら。あ、チャンピオンのやつ、なんか用か。そこにいるのか麦わら。黒ひげか。そうさ、久しぶりだな。ゼハー、大会に出場中らしいな、ルーシー。だがメラメラの実はうちのバージェスがいただく。まるでエースが俺の仲間になるようで嬉しいぜ。エースの力はお前らにだけは絶対渡さねえ。ゼハー、麦わらを見極めるいい機会だ。派手に暴れてこい。任せてくれ船長、存分にぶちのめしてやる。ウィーハハハハ。メラメラの実はいただくぜ。早くあの能力を使ってみてえな。ふざけんな、お前らには渡さねえと言っただろ。俺が船長はエースを仲間にしたかったんだな。メラメラの仲間に大喜びだ。そうはさせねえ。お前は俺がぶっ飛ばす。ジャストピストル。邪魔者はいなくなったな。
役に立たねえな。俺がつくづく消してやる。そろそろ退散するか。どうせお前らはここから出られないんだ。ベラミン、悪いけど俺急いでんだ。外に出てんだけどよ、出口がなくて。このコロシアムに出口なんかねえよ。選手は一度入っちまったら二度と出られねえ。どういうことだ。お前ミンゴの部下だろ。なんか知ってんじゃねえか。頼む、仲間がやべえんだ。俺は今から外へ出る。ついてくりゃお前も出られるかもな。そうか、ありがとう。連れてってくれんだな。お前が勝手につけてくりゃ偶然そうなるって話だ。俺にもドフラミンゴに通すべき筋がある。裏切れねえ。わかった、じゃあつけてく。ルフィ先輩、メラメラの実は俺が必ず手に入れてあんたに届ける。安心して外さ出てくんろ。ロングラン、あんたに憧れて海さ出た。未来の海賊王のお役に立てるなら本望だべ。そうか、それなら助かる。メラメラの実はお前には渡さねえぞ、麦わらのルフィ。あ、何者だ。ルフィ先輩に気安く声かけやがって。俺だよルフィ。見ろこのヒゲ。変装したくらいで弟の顔がわからねえわけねえだろ。弟？あのな、俺を弟と呼ぶのは死んだエースともっと昔に死んだ死んだ。昔エースとお前と三人で杯を。サボーなんだよ、一体今までどこにいたんだよ。俺てっきり死んだんだと思ってた。ありがとなルフィ、生きててくれて嬉しい。サボ、俺は目の前でエースを殺されて。ああ、エースは死んだけどお前だけでもよく生き延びてくれた。俺は何もできず二人の兄弟を失うところだった。お前まで死んでたら一人ぼっちになるところだった。ありがとう、生きててくれてありがとうルフィ。メラメラの実は俺が食っていいか。うん、それがいい、それしかねえ。
シッシッシッ